テッラマリアナは中世リボニアの公式名称であり、現在のエストニアとラトビアからなる領域でリボニア十字軍の結果作られた。1207年2月2日に新聖ローマ帝国の公国として創設されたが、教皇インノケンティウス三世により、教皇国の直轄地であると宣言された1215年にその地位を失った。 強皇特使であるモデナのウィリアムにより、デッラ・マリアナは6つの封建的な広告に分けられ、リガ大司教領、クールラント司教領、ドルパート司教領、エーゼルビエック司教領、リボニア体験騎士団領、デンマーク領エストニアとなった。1227年にリボニア体験騎士団はエストニアにおける全デンマーク領地を征服した。1236年に シャウレイで行われたジェマイティア広国とのシャウレイの戦いで敗北した後、1237年に大剣騎士団の残党はドイツ騎士団に吸収されリボニア騎士団となった。1238年6月7日、ステンスビー条約によりドイツ騎士団はデンマーク王バルデマー2世にデンマーク領エストニアを返した。1346年にデンマーク領エストニアが ドイツ騎士団へ売却され、再びドイツ騎士団国の一部となった。1410年のグルンバルトの戦いでの敗北後、ドイツ騎士団とドイツ騎士団国は衰退したが、リボニア騎士団は独立した存在を維持することができた。デッラ・マリアナ存在機関を通じて支配権をめぐり、絶え間ない戦いが、教会、騎士団、世俗のドイツ貴族、 リガとタリンのハンザ同盟都市の市民との間で繰り広げられた。1435年9月1日のパバイスカスの戦いでのリボニア騎士団の敗北はリボニアの周辺地域の結束をもたらした。1435年12月4日、リボニア連盟合意はリボニア騎士団、リボニア司教、風神と都市代表によって調印された。 リボニア戦争間の1561年にテッラ・マリアナは解体された。北部はスウェーデン王国に移譲されエストニア公国となった。南部はリトアニア大皇国つまりポーランド・リトアニア共和国の一部であるリボニア公国となった。サーレマー島はデンマーク王国の一部となった。ありがとうございます。